対今シーズンの進みはどうですか？同じ挨拶しかできんのかこいつは。あと今回シーズン報酬車両じゃない。ってことで、どういうことで？今回は新ソ連ジャージュープレミアム駆逐戦車の SU150 ミタランを解説していきます。こいつは既存の G55 や G10 では西側の戦車を撃破するのが難しいってことで、大口径高射速砲を搭載した駆逐戦車の計画案の一つだぜ。ちなみにこの圧倒的な存在感を誇る飛行は完全に密閉された戦闘室を持つ装甲戦闘車両の中で最も長い方針だったりするな。でも最終的には 125mm 滑降砲の採用メドが立ったので、試作車両が1両だけ作られて開発中止となったぜ。ではゲーム内の性能を見ていきますかな。まずは火力。飛行は 152mm 砲を搭載。弾突火力は950と 15cm 級の砲としてはかなり高め。では代わりに装填速度が劣っているのかと思いきや、パーツやスキルなどを持って14秒台とまずまずの値。気になる貫通力は通常弾 AP で 303mm、課金弾 ATAT で 395mm とかなり優秀。でもソ連砲ってことで精度が悪いのでしょう。精度、絞り、拡散のどれをとっても口径相応の値でかもなく不可もなくといったところ。実際に使ってみてちょっとツンデレの部分があるけど止まって絞れば大体当たる感じでした。AP 弾の弾速が他の 15cm 級より速いのも当てやすさに貢献しているな。砲の取り回しに関してはソ連らしく深くに不安があるものの全周砲塔を備えているので文句なし。後部砲塔ってことで背面を向けて撃ちに行けばすぐ下がれるって利点もあるな。続いて防御力。結論から言うと装甲は本物の神です。正面は基本 30mm で下手したら 105mm 級の通常榴弾に抜かれかねないレベルの薄さ。側面に至っては FV4.5 と同等の薄さと全くやる気を感じられない。背面も 10mm としっかり薄いけど、なぜか 220mm 判定になっている丸太が乗っかってる。ここに運よく被弾すれば弾けるかもな。と思って検証してみました。車両は4号 H 型の重油装備。まずは貫通力64mm の AP 弾から。さすがに丸太とはいえ 220mm 無駄だろ貫通しやがった。お次は貫通力 104mm の ATAT 弾。まあ空間走行扱いになるはずだからこれは無効化されるはず。普通に貫通したな。でも貫通力 53mm の油弾は無効化できました。あと貫通力 90mm で単発1200のタランの油弾もほぼ無効化できる謎。どうやらこの丸太は私たちで解説できる代物じゃないっぽいな。こいつの背面を油弾で撃つときはなるべく丸太を避けて狙った方がいいかも。とまあこんな感じに走行は全く当てにならないので高めの隠蔽性能を生かして被弾を避けたいところ。こんなでかい風体をしているのに隠蔽率が高いのは驚きだな。あとこんなにでかいけど走行がペラペラのせいで重量は27とめちゃくちゃ軽いのでラムアタックは何としてでも回避したい。工場正規の名を冠しているのに体当たりに弱いのはちょっと意外だな。最後に機動力。エンジン馬力は低いものの車重が軽いので一度速度に乗りさえすれば快適に移動できる印象。通常ツリーの268みたくヌメヌメ動く感じではないが十分な足を持っていると思うぜ。まとめると火力と隠蔽、機動力に優れる代わりに走行で大きく劣るギア重としては珍しい純粋な隠蔽型の駆逐戦車。ちょっと積んでる風味の法制度に慣れさえすればチームの頼もしい矛となること間違いなしだぜ。というわけでいかがだったでしょうか。今回解説した SU150 にタランは4月26日までゲーム内のストアにて購入できるので気になった方はぜひチェックしてみてくれだぜ。それではこの動画はこの辺で終了。あっあと私のチャンネルでもっと CS のゆっくり実況などを不定期更新しているのでぜひ遊びに来てください。最後までのご視聴ありがとうございました。